はい、今日のお店はこちら。ここは MRT 南仁三民一番出口からすぐ近く、がっつり肉丼の専門店のようです。こないだ涼麺を食べに来た時に見つけたんですよね。このチャンネルを始めた頃は目標1000店舗紹介を掲げたものの、とにかく店探しが大変になるやろなって思ってたんやけど、続けてたら意外にもコツをつかみまして、撮影に来たお店の周りを Google マップで調べたら、あるわあるわでレストランだらけなんですよ。口コミや評価や写真もあるので、とりあえずこの先店探しに困ることは今のところないでしょうね。はい、メニューはこんな感じ。おー、どれも魅力的な丼物たちですな。看板メニューのステーキ丼か、 US 牛のハラミ丼もいいな。くわー、この鴨胸肉丼も捨てがたい。うわー、どうしよう。よし、今回は看板メニューのステーキ丼、肉増量にしよう。フリーの味噌汁は、はい、美味しくない。味薄っ。なんか写真と全然違う。まあでも美味しそうやし、気を取り直して、よっしゃ、ほな食べていくで。まずはステーキだけで。うわ、美味しいやんけ。上手にミディアムレアに焼き上げた赤身の肉は柔らかくて旨味がしっかりあって、これは良い肉質の牛肉を使用しておるぞ。わお、なんとこれはホースラディッシュではないか。いわゆる西洋わさびのことなんやけど、相当レアなんですよ。まさかこんなところで。うまー。ものすごい鼻にツンとくるけど、マジうまい、マジうまい、マジうまい、マジでうまいで。ほう、よさげな塩ですな。ライムを絞って、うまー。こりゃほんまに肉質がええから塩でもうまいんやな。うん、米の炊き具合も抜群にグッドですな。タレは焼き鳥のタレと同じで白飯によく馴染んで、ステーキとの相性も抜群やんけ。煮卵もうまし。これは春雨か。うん、悪くないの。ブロッコリーとベビーコーンも入っておる。ベビーコーンうまい。でもブロッコリーは普通。どうもゾロです。いや、それにしてもまさかこんなところでホースラディッシュが出てくるとはね。ホースラディッシュっていうのは、いわゆる西洋わさびのことでして、ローストビーフなんかのお供に出てくる薬味なんですよね。あれは2年前の冬かな、ロンドンのかの有名な格式高いサボイホテルにある、これまた格式高い老舗のローストビーフの名店シンプソンズ、生まれて初めてドレスコードのあるレストランで、僕は本場のローストビーフを堪能したんですが、あ、ローストビーフ発祥ってイングランドなんですよ。その時食べたローストビーフにホースラディッシュが薬味でついてたんですが、あれ以来です、ホースラディッシュ出てきたの。なので今本当に驚いてます。まさか台湾のこんな大衆的な食堂でお目にかかるとはな。ちなみにロンドンのシンプソンズのローストビーフ、マジで美味しくなかったです。僕も友達も半分は食べきれずに残しましたね。それに比べたらこのお店のステーキ丼とホースラディッシュ、本当に一口一口が味わい深くて美味しいですね。いやー、大満足。
今日も美味しい食事をありがとう。ごちそうさまでした。はい、食べてきました。最後のまとめは一旦置いといて、実はすぐ近くにパイナップルケーキの超有名店があるのでちょっと紹介しますね。はい、ここです。 MRT 南京三民2番出口を出たら見えてますよ。台湾のお土産といえば人気ナンバーワンなのがこのパイナップルケーキなんですよ。このお店は地元の台湾人の皆さんが普段使いでも利用するお店らしいんですよね。いろんな味の種類があって、このように自分で好きな味を詰めれるので、オリジナルのパイナップルケーキのお土産をカスタマイズできるのが嬉しいですよね。トータルで410元、約1500円でした。味の方は実は食べたことないから知りません。知らんのかーい。もうすぐ日本に一旦戻るので、友達のお土産に買いに来たんやで。よっしゃ、ほな最後のまとめいきましょうか。最初出てきた時写真と全然違うくてがっかりしたことを今ここに正直に認めよう。そして味噌汁は味も出汁も薄すぎて、うわー今日まさかの一つ星、嫌だなぁなんて頭によぎったことも今ここに正直に認めよう。だが肉質が良い赤身のステーキ丼は269元にプラス70元で肉増量にして合わせて339元、約1200円ちょいとクオリティとうまさを考慮すればこれはかなり値打ちあり。上手に焼き上げたミディアムレアも見事、ホースラディッシュとの相性も抜群でなかなか経験できない牛肉の赤身の深い味わいを楽しむことができますよ。その辺のしょうもない焼肉屋に行くくらいなら僕は断然ここのステーキ丼をおすすめします。今回は二つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。